ドライバー皆さん聞きたいと思いますよ。なんでこの飛ぶかの秘訣など、まずTが高いめっちゃ高いそれは何か意識してるんですか？多分でも好み。好み、うん、昔から。昔から高い方がなんかボールが上がりそうで好きっていう、ただそれだけ。天ぷらしそうだけどな。でも本当はもうちょっと低い方がいいだろうけど。あの すっかりあの丸々1個見えてますよ。え、本当？はい。これね、好みだろう。でもこっちの方が高く上がりそうな気がして。うん、おいしそう。あ、本当高いね。こんな感じだよね。高くないですか？高い高い。え、本当こんな感じ。あのめっちゃ丸丸一個出てる。めっちゃ浮いてる。あ、そうなんだ。うん。あ、右落ちてくる。左が怖かった。落ちてくる。落ちてきて。っていうゴルフのいいとこですね。ね。はい。落ちてくる。ドライバーショットでポイントにしてる。3つぐらい上げるとしたら、あ、3つぐらい上げるとしたら、まず私フェースをまっすぐに構えるときにフェースがどうしても閉じて入っちゃうので、うんうん、まずまっすぐにすること、うん、それから最初の15センチをまっすぐ上げること。おお、最初の15センチ、うん、15センチ、うん、あとはボールの位置を私はちょっと左目に置いてしまうので、それを、まあ、それも10センチぐらい、まあ、右に右に、左に置きすぎてしまう、置きすぎちゃうってこと。そうするとやっぱ突っ込んでチーピンが多いので、うん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 、もうちょっと意識して真ん中寄りにするかな。じゃあその3つが結構、うん、へえって感じ。でも一番大事なのはやっぱり最初の15センチまっすぐ上げることだと思うので、ね、そう、最初ちょっと私はインに上げすぎてしまって上から入るので、ミスするときはちゃんとまっすぐ上げてまっすぐ下ろせるっていうのを意識してやってます。なるほど、最初の15センチこれ結構でも大事かもね。あの、うん、出だしが狂うと上がってくる時も同じ狂い方しちゃうから、うん、私はすごいジャンプしてきたよ、真ん中まで。すごいね、落ちてきたね、うん、すごい落ちてきた。地を張ったけど結構行きましたよ。結構行きました今。そうだからね、ウッドはねちょっとミスしても行ってくれる感じがするから。今3番。3番。あ、こういうミスでもってことですね。うん、うん、全然なんか距離結構行ってますよ多分、ね、今の、うん、うん、あ、結構薄いけど、うん、悪くなかった。すごい向くの、しかも、うん、嘘でしょってぐらい右向く。私逆に左向く癖がある。え、こっち、うん、へえ。そう、それをなんか自分で多分体で直そうとして右に打ち出してドローになってる。あ、まっすぐ向いてるつもりでもね、左向く。うまい、ナイス。今も。いやー、今超綺麗。ありがとう。バーディーチャンス。チャンス。いやー。いいよ。お。お。あ、入った。入った。やったー。ナイスバーディー。ナイスバーディー。ナイスバーディー。ショートサイを先に取ってしまった。なんか逆に緊張してくるああいう人試合でいるとえってなる。そうそう、えってなるよね、マッチプレーとか特に、ね、そうえってなる。ナイスバーディー。はい、どうも。マッチプレーはね、クラちゃんの時。おー、クラちゃんだ。うん、クラちゃんは、うん、
今年はやられたんですか？そう、今年はやったんだけど、うんうん、台風でハーフで中断中断おお、うん、じゃあそれまでの底ずつ席ってない？そう、そこまで。それこそ本当に浮いてる、フェアウェイも水で浮いてやってるぐらいだったのね、うんうん、やっぱりフルバックからやってるんだけど、うん、やっぱりちょっと力の差があそこ、こうパワーの差、こう打ってもビシャーってなって、シャ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 ジ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 ャ、だからフェアウェイウッドも横から払いたいけど、ジャ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 みたいな、全然そこはね、もう立ち打ちできなかった、パワーが欲しい。うん、いやパワーあとシュートさん20キロぐらい太んないとみんなに言われますよ。いやー全然、ね、本当に全然だよ。でもこう筋力アップをね、うん、今年はちょっと測りたいのでトレーニングしなきゃ。165ヤードで10ヤード手前155。165。うん。ここは普通はユーティリティとか使うのを塩田さんは4か5番アイアンで打ちます。5番かな。冬だからね、ちょっと1番手あげて、そうですね、うん、160しっかり、160しっかりを5番アイアンで打ちます。もうあそこからの寄せは超見てるもん。いや本当すごいよ、あのアプローチの精度。きっとね、あんなんばっかりだからね、慣れたんだよ。ちょっとこぼれたとか引っ掛けただから。惜しかったけど。てか気がついたらさ、17番なんだけど。そう、あっという間に終わりなの。びっくりしたんだけど今。私もね、びっくりしたの、うん、ちょっと待って、もう終わりなんだけど。もう終わりじゃん。競技ゴルフにこれから挑戦しようと思ってる人に何か言えることってあれなんですけど、うん、なんかありますかね。お話することといえば、うん、まずあのもうね、臆せずにどん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 出ててほしいと思います。なんかこんなに打っちゃったら周りに迷惑かけるんじゃないかなとか、恥ずかしいなとか、もう全然周りもね、きっとね、みんな同じ気持ちでやってると思うので、で全然もう恥ずかしいとかも全然ないし、迷惑とかも全くないので、どんどん出てってもらって、で経験を積んで、で悔しい思いもいっぱいすると思うから、ね、結局経験しないとその悔しさもないし、そうそう、喜びもないし、そう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 、うんうん、喜びもないから、たくさん経験してもらって、で楽しんでもらえたらなと。私もそういう気持ちで今でもやってます。お、なんで皆さんどんどんチャレンジしてください。競技ゴルフよくさ、なんか私が迷惑かけちゃってとか言われて、なんとも思ってなくて、何も関係ないのかな。そう、だから本当にね、心配しないで出てほしいなって思う。心強い、チャンピオンが言ってるから心強い。うん、でも本当に打ちに行かなくなったらめっちゃいい。いいよ、ナイス。うまく乗ってる気がします。すごくいい、さっきから。ほら、入る。入った。わー、やったー。止まった止まった。いやもう完璧だもん。ありがとう。マジでアプローチうまいんだけど、塩田さんアプローチのうまさ増してる気がする。あ、本当？あ、嬉しい。全部入りそうだもん。全部なんか乗ってる。そう、なんか全部好き。うん、アプローチはね、結構全部好き。全部オンラインだもんね。なんか、うん、ラインに乗って転がってる感じがする。すごい。あ、なんだろうね。これも経験かもね。そしたら。いいよ。ナイスー。なんかやっとやっとでパー取ってるけど、塩田さん楽々パー取ってる。同じパーだよ。イエーイ。だからアプローチ、グリーン周りだよね。アプローチが良くなってくると、うん、ね、スコアもまとまってくるし、あ
何事も打ちに行かないですね。うんうん、打ちに行かない。その流れの中にボールはあるみたいな。なんかちょっと右プッシュとか、うん、優しい擦れボールとか出ると、うん、どうしても強くなって打ちに行きたくなるじゃないですか。うん、手返したりとか、うん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 、そういうのをやっちゃダメってことですね。やっぱインパクトの瞬間と変えない方がいいよね。うんうん、うんうん、インパクトは常に一緒。うん、一緒。最初ゴールになりました。あ、寂しい、もう終わりか。寂しいってか早すぎてビビった。え、うん、嘘でしょみたいな。やっぱりリズムがいいんだね、お互い。うん。うん、いや本当に引っ張られてるもん、完全に塩田さん。最初ゴールはちょっと難題がありまして、はい、グリーン前に、まあ、アイランドグリーン的な感じですかね。近い感じ。うん、あるある。塩田さんインスタ始めました。あ、それ言ってください。全然。いいの？あの、え、見れます？見れる。公開中？公開、多分ちょっと何でも設定してないけど。何でやってるんですか？名前で。まだ初心者なので。早いね、グリーン。おー。うん。ナイスナイス。曲がらないです。ね、曲がらなかったね。行く結構行くね。うん、ナイスです。ナイスパー。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。塩田さん、久々の出演でしたが、はい、どうでしたか？いや、もうずっと出たかったから、やっと出れてよかった。本当に忙しい中、ありがとうございます。いえいえいえ。今日はまあ冬ゴルフっていうのもあったんですけど、どうでしたか内容的には？内容的にはでもやっぱり最初は凍ってて、うん、ちょっと思い通りにいかないこともあったけど、うんうん、途中からこう氷がこう溶け出した時からちゃんと当たるようになってきて、グリーンオンもね、うん、普通にね、うん、普通に狙っていけるようになるし、うん、狙っていけるし、アプローチもちょっと今日は感じが良かったので。いや、アプローチ良かったね、本当に。なんかパターで打ったかのようなんですよね。本当にラインに全部乗っていくっていう、うんうん、すごい今日見れて、なんか川野で回った時よりも一段とアプローチの技術が、去年1年でちょっといろいろ経験したからかな。うん、ね、また今後も懲りずに出てください、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、以上になります。皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。はい、コメントもねたくさんお待ちしています。このコメント、今日のコメントは塩田さんについての質問募集しております。でそのことを塩田さんに今度聞きたいと思います。こんなコメントとか、あの質問がたくさん来ましたっていうの、はい、塩田さんに、まあ、時間がある時になりますが聞いて、あのこんな質問来てたんでどうですかみたいな聞きたいと思うので、
塩田さんに聞きたいことをどんどんこの動画の多分6本7本わかんないですけど上がると思うので塩田さんに聞きたいこといいですか、はいはい、たくさん募集します。はい、以上になります。ではまた次回も楽しみにしててください。バイバーイ。